すっかり英語で勉強になってる今日の一言、今日も言ってみます。今回はニーチェですね。巨人のドラフト2位の重信選手がキャンプにニーチェの本を持ってたっていうのがニュースにあったんですよね。野球選手ってのはいろんな人が言えますよね。ギャンブル好きな人からニーチェ好きな人までですね。ちょっとニーチェの言葉言ってみたいと思います。 Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. これは本当筋トレ好きの人にはいい言葉ですよね。人生というのは自分探しではなく自分を作り出す作業であると、 Creating yourself であるってことですね。これはいいでしょう。じゃあ次いきますね。 There are no facts, only interpretations. 事実というものではなく、あるのは解釈のみであるってことですね。ニーチェらしい感じですよね。インタープリテーションっていうのはインタープリテーションズオブヒストリーで歴史解釈ですね。歴史解釈っていうのもいろいろありますからね、立場によって。まあ、事実ではなくあるのは解釈のみであるってことですね。まあ筋トレだって体に悪いっていう人は未だにいますからね。解釈の仕方が間違ってたらちょっとうまくいきませんから、まあ、正しい解釈をできるようにしたいものですね。もう一個いきますね。To forget one's purpose is the commonest form of stupidity. 愚かな人の共通点っていうのは、目標を忘れることであるってことですね。まあ、ダイエット中も我々愚かな人間でついつい食べてしまいますからね、目標を明確にしたいもんですよね。まあ、それとダイエットの目標っていうのは体脂肪を下げることですからね、体重を下げることっていうふうな目的を持つと間違いがちですから、体脂肪を落とすためにはやっぱ筋肉を残す、もしくは鍛えていかないといけませんからね。筋トレなきダイエットは無意味であるっていう感じで、まあ、ニーチェも言うと思いますよ、今の時代なら。